こんにちは、つっちです。今回は北海道ゴルフ5カントリーリバイコース東コースの9番ホール、レギュラーティーからピンまで333ヤードミドルホール攻略を紹介します。当ゴルフ場はゴルフ5レディスプロゴルフトーナメントを2023年9月1日から9月3日に開催します。9番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、ティーグランドからグリーンまで右に池が続くロングホール。距離が長くアゲンストが多いため飛距離と正確性の双方が必要。セカンドショット、スリーオン狙いの場合は右手前の巨大なバンカーに入れないように刻もう。グリーンは右にコブがあるためセンター狙い。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。東コースの9番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで333ヤード、ハンディキャップは1、湖に沿って広がる、ウェーストバンカーのあるミドル。難易度は9ホール中4位、平均スコアは 5.37、平均パット数は 1.97。客切りの人は3オン2パットが無難です。東コースの9番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで333ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ティーグランドからグリーンまで、右に池が続くロングホール。距離が長くアゲンストが多いため、距離と正確性の双方が必要。東コースの9番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、3オン狙いの場合は、右手前の巨大なバンカーに入れないように刻もう。グリーンは右にコブがあるためセンター狙い。東コースの9番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。次回は東コースの1番から9番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。